はい、はい、回路寺伊藤です。今日はベントゥイユンの外れに来てます。こんな道のこの店、カフェビンタです。今日はここ入ってみます。ビンタン、ビンタンパリっていうのが昔郵便局のところにありました。バンガローがそこと同じ経営者の鈴木さんがやってます。ここは子供たちの昔子供たちにこの絵の買い替えとか凧揚げ大会やってましたね。でこの下に駐車場があります。今のところは、今入ってきたところはバイクも車も止まれませんが、この下なら大丈夫です。そしてここは入ってきます。階段登ります。はい、しょ、年寄りにはきついです。バイクで来た道はそこですね。ここから入ってこの駐車場、これ竹林があります。そしてこれが店内です。こんな景色の見えるところですよね。え、気持ちいいです。これピラミッドの下のこれはヨガセンターがありますね。そして今日はここで何か食べましょうかね。はい、鈴木さん元気してます。はい、元気です、よろしくお願いします。もうちょっと頑張ってよーって感じ。はい、はい、はい、今から昼飯、鈴木さんの店カフェビンタン、カフェビンタンで昼ご飯、まあ、鈴木さん目の前にいて食事を今からします。今日はこのナシゴレンプレート、プレートに乗ってるからホットプレートね、これを食べるってことで、ちょっと食事風景 お付き合いください。うん、おいしいね。大盛りだな。ちょっと辛、ちょっと辛めだ。あ、そうです。ね、ピリッとくる。この人は観光客たちに出るとで、うん、見分けるわけね。あ、う、あ、ん、うん。かつ最初からこういうのとかサンバルとかね、出す人とその人によっても割り切り。あとお客さんに合わせて。うん、味も変えたり、うん、これそう、それは分かりますからね、うんうん、長いかね、長いか、うん、このピラフ加減がいいよね、うん、べったりしなくてパラパラね、 それが焼き飯の、ね、豆腐が入って、野菜も豊富に入ってます。ゆっくり食べますので失礼します。